こんにちは、北野理事長です。今日はですね、大いに気になる、とても気になるといいますかね、三菱 UFJ 株の値動きということでね、お話ししますね。まあ、今はね、気になる銘柄が非常に多いんですけどね、その中でもですね、私がいつもね気になっている銘柄としてですね、三菱 UFJ 株をね取り上げます。三菱 UFJ はね、申し上げるまでもなく、もうね、日本のメガバンクでね、最大のメガバンクですよね。日本をまあ代表しているということですよね。で、この株に上がってもらわないと困るということでもあるんですけどね。同社株に行く前にね、まずその日経平均の動きをね、ちょっと見てもらいたいと思いますね。最近の値動きというか、日足を見ますとね、こんな風になってますね。こんな風に、ちゃんと映ったんですかね。ちゃんと映りましたか。7月は結構ね、6、7と良かったんですけどね、8月はやっぱりちょっと厳しかったですね。まあ、7月もね、基本的には真夏枯れ相場ではあったんですけど、なんとかね、高値ってわけじゃないですけどね、いい水準をまあキープしたんですけども、8月はもう本当にね、結構ね、突き始めは良かったですけどね、その後もう厳しい日々がずっと続いてしまったという形ですよね。まだね、そうですね、もうちょっとというか数日残ってる段階ではありますけどね、いずれにしてももう、月足のチャートがねプラスになるってことはありませんですよね。そんなようなことでですね、8月相場、残念な結果に、終わったと申し上げていいと思いますね。で、それがね、全体悪いっていうこともあるんですけども、三菱 UFJ 株はじゃあどうなってるかということをね、ちょっと見ていきましょうね。三菱 UFJ はね、こうなってるっていうか、こうなってるんですね。基本的にはこのところのね、値動きとしては日経平均と似たような感じですよね。似たような感じということなんですけども、大きな特徴としましてはね、そうですね、日経平均がね、4月にね、高値をつけたんですよ。4月に高値をつけたということなんですけども、三菱 UFJ はね、2月に高値をつけてね、その後もずっとこう下げ続けてると、早々と高値をつけちゃってますよね。だから日経平均に先んじて下がっちゃうという形ですね。4月のところからも下げてるんですけどね、先にずつ下げてで、そうですね。でもね、これはその今年になってからというか、週足で見た場合はなわけですけど、じゃあ年足で見たらどうなるかということなんですよ。これがまだ問題なんですね。これちょっとね、お見せしたいと思いますけども、これほら、こんなチャートです。このチャートね、映ってますよね。映ってますよね。このところね、これ、18年の1月のところですね。1月に894円の高値をつけましたね。900円近くというところですよね、高値をつけて、あとね、下げ続けてるという形ですよね。だからそうですね、18年の1月ですから、19年の1月、それから1年半以上ですか、1年半以上ね、下げ続けてるという形ですよね。だから三菱 UFJ 株を持ってらっしゃる方もちょっとね、面白くないですよね。だってもう日本を代表する、メガバンクですからね。メガバンク、世界にも知られてると。その株がですね、18年の その1月に高値をつけた以降ね、ずっと下げてるって、
これはもう面白くないどころじゃないですよ、心配ですよね、心配と。しかもですよ、なかなかこの浮上する機会を見せてないわけですからね。でね、でさらに見てみましょうね。もう厳しいね、データしかないという感じなんですけどね。だから心配なんですけどね、私もね。これほら、年足ですね、年足。年足です。ね、これはサブプライムローンバブルが弾けた、まあ、時になってるわけですけどもね。このメガバンク株っていうのはですね、この日経平均だとかね、が下げる前に下げてしまう、下げ始めるっていうことがあるんです一つね。そしてそれが下げてるとね、景気が悪化してしまうっていうのがあるんですよね。景気が悪化する前に下げてるってことも言えるんですけどね。景気の悪化をこう読み込んでるっていうんですかね、予測してといいますか、そういうところもあるだけにね、上がらないっていうのはね、非常に心配なんですね。これそうですね、07年ですけども、これ大崩壊が始まったのはこれ08年でしたけどね、8年でしたけども、その前から、もうちょっと前ぐらいですかね、もうちょっと前ぐらいから下げ始めましたですけどね。そしていよいよその何でしょうか、08年になったらね、ドカンといったということで、それはもうみんな他の銘柄とも一緒に行ったんですけども、まあその前の時、年ぐらいまでではね、堅調で、その後こう行ったわけですから、やっぱりちょっとね、まあ何て言いますかね、そこまでようなことはもちろんないと信じてますけども、今の値動きっていうのはね、正直ですね、ちょっと気持ちが悪いということなんですよね、気味が悪いと。でね、その時だってほら、この日経平均の時だって、それは昔の話ですよ、これね、07年の時からあるわけですから、日経平均はこう結構こう順調に上がりましたよね。ところが三菱 UFJ はですよ、あんまり順調とは言えない上がり方だったんですよね。全体は日経平均の方がもっと順調な上がり方ですよね、これね。ですか、日経平均はこうなんですから、こうなんですからね、かなり違いじゃありませんか。三菱 UFJ はこうなんですよ、こうこうですからね、まあ、気になると。で、ところがですね、三菱 UFJ はやっぱりね、こうファンが多いんですよね。株を持ってらっしゃる方非常に多いですよ。もうそうですね、多くの投資信託なんかにこれを組み入れてないっていうのは普通あんまりないんじゃないでしょうかね。それぐらいこう組み入れられてもいいわけですよね。それだけ信頼性が高いということですよね。その株がですね、なかなかある、だってそれだけ買われてもいるわけですから、買っても買っても下げるというような感じです、極端に言うと。まあ投資信託なんかもね、お金がありますから、下がれば下がるだけ買うとかね、そういうこともしてるわけですよ。してますけど、ね、それに応えたね値動きになってないということになりますよね。国の、資金だってね、運用されてますけど、それなんかの中にもね、三菱 UFJ を外すってことはちょっとないですよね。必ず、必ずとか絶対全部の投資をそれ入れてるとかないですけど、まあね、大きなファンドなんかはね、もうほとんど入れてるということなんですよね。だからそれだけ安心感があるということなんですけども、私がねちょっと申し上げたいのはね、こういう株というのはね、その多くの方はね、三菱 UFJ だったら経営的に潰れたりしないというふうな安心感を持ってらっしゃるわけです。でもね、今の相場っていうのはね、まさかその、まあ、潰れたりするとかしないとかね、それは例外といって潰れることはあるんですけども、そこまで考えてやんない方がいいと、やらなくてもいいと思うんですよね。もちろん、何でしょうか、シャープがね危機に陥ったり、東芝がそうなったりとかありましたけれども、三菱 UFJ がそうなるっていうことは
ちょっと考えられませんよね。でもね、投資家の頭の中にはね、三菱 UFJ だったら、まあね、まさかのような状況が起こっても大丈夫だという意識があって、安心感があるということで買われてるわけですけども、あんまりそこまで考えてね、投資しなくてもいいんじゃないかなと思うんですよね。そのものすごい日本経済がもう悪化する、日本経済だけじゃないですよ、世界のね経済もめちゃくちゃになりそうだというふうな時になった時にね、三菱 UFJ は大丈夫かっていうことになるんですけども、大丈夫じゃないんですよ。その時だって結構下げちゃうんですよね。真っ先かけて下げちゃうということがありますので、その潰れない、ね、あの確率が高いということで、買って、それがね期待通りになるかというとね、その潰れはしないでしょうけども、株はそれなりに下がっちゃうということになりますよね。なるんですよ。ですからそこまで意識してね、やんなくていいんじゃないかなということですよね。ですからまあね、そうですね、これはもう三菱 UFJ に限らずなんですけどね、大企業を投資っていうのはね、もちろん悪いことじゃないですけど、私はねそれは大企業病だと思うんですよね。投資の観点から言って大企業に勤めてる人が何でしょうか、あまり働かないだとかね、そういうことを言われるので、大企業とか企業自身もね、あんまりその積極的にね投資をしたりね、積極展開したり、しないというのもよく大企業病と言いますけど、そういう大企業の株だからと言って安心だと言って投資するのも僕はね大企業病だと思うんですよね。だから大企業病はね、何に投資しようがいいんじゃないかって、まあ、現在不安だということもあろうかと思いますけども、まあ、ほどほどにしていただいてね、ちょっとあまりにもね、こう値動きが悪いというようなことでしたら、いつまでもねこう、抱きしめてないという方がいいんじゃないかなと思うんですよね。他にも結構いいのがあるんじゃないですかということで、実際他にも結構いいのがあるんですよね。ですから、この辺です、この点ですね、そうですね、実際のところそのね、もう値動きも悪いんですから、厳しいんですからね。じゃあお前これからね上がらないのかって言われれば、私もね絶対上がらないとかね、そういうことは申し上げますが、少しはまあ戻ることだってあるんですけども、基本的にね、あの何でしょうかね、パフォーマンスが良くなるというのは、まあ、苦しいということですよね。他にもっとパフォーマンスを上げてくれるね、株が結構ありますよということなんですよね。ですのでね、本当に、そうですね、このね会社のイメージがね非常にいいだけにね上がってほしいと私思ってるんですよ。これがどんどん下げてたら本当にまずいわけですよね。まずいということもあるんですけど、ありますからね、言うんですけど、それだけにね大変ね気になる三菱 UFJ 株の値動きと、笑っちゃいけませんね、笑ってたら気になってる感じがしないかもしれませんけど、株はですね、もっとね他にねいいのがありますよ、それをね探して投資するようにしたいですね、しましょうねということでございます。北浜龍一郎でした。以上です。